もう一回いきます。違う。お疲れ様です。今日は4月3日です。はい、今日はね、こちらでレッスンがいくつかあって、夕方オンラインレッスンがあってっていう感じですね。1個目のレッスンが、体験レッスンのこれ2回目で午前中からなんで、それまでに Vlog の編集がこれ終わるかっていうとちょっと怪しいですね。今もうすでに Vlog の編集に入ってなきゃいけない時間なんだけど間に合ってない。なんだっけ、あ、そう、コーヒーです。コーヒー、コーヒー作ったら、作業入れます。午前中に全部編集とかさ、やることとかさ、リストにあるものが終わってるみたいなサイクルをなんとか手に入れたいんだけど、なかなかうまくいかない。暑い、すでにこの部屋がね、暑いんだわ。密室ですから暑いんですよね。まあ生徒さんがあと1時間ぐらいで来るんで、それまでやれるだけ進めておきましょう。これ立教通りの前をさ、こう歩いて池袋昨日行ったんだけど、入学式なんかな、なんか学生さんっぽい、学生さんっていうか、うん、学生さんかな、まあ若い人たちがですね、こう同じ冊子みたいなやつを持ってこの立教通りをね、何十人もザーって歩いてたんで、だからその入学のガイダンス的なやつだったのかな。生徒さん昨日来たあの方も言ってたけど、リクルートスーツ着てる人が江古田駅にも結構いましたよみたいな言ってたんで、まあそうですね、4月だもんね。入学式とか、新学期始まるとかね、新社会人ね、始まりますよね。まあ特に自分はそういう何もないですけど、はい、今体験レッスンが2回目のやつ終わりまして、このあとさらに、生徒さんがこちらに来ます。でそれが終わったらね、ちょっと開くんでウォーキングとか行けますね。やっぱ土日はね、午前中からレッスンも入ってきたりするんで、まあ平日もたまにあるけどさ、特に土日はね多いですよね、午前中からのレッスンっていうのは。だからなかなか全部終わんないよね。平日はなんとかその午前中に終わらすチャレンジちょっとやってみようかな。土日はまあ多分難しいでしょうっていうことで。来た。Helpless as a kitten.
up a tree. And I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello. That music I hear, I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on. はい、一旦レッスンが空きましたので、ウォーキングに行きたいと思います。この後ね、オンラインレッスンウクレレですね、夕方6時からありますので、今ちょっと歩いてきます。このウォーキング中はね、あの NYU ジャズ、なんだっけ、 NYU ジャズスタインハルトジャズシリーズみたいなのか、ポッドキャスト聞いてたんですけど、もう結構聞いちゃったんですよね。まだ残ってるけどね、聞いてないエピソードは。でもどれもさ、短かったり全然知らない人が残ってるから、とりあえずね、今 YouTube で違うインタビュー聞いてます。スピットファイヤーっていうね、多分これ DTM のね、プラグインかなんか、サンプルした音をこうなんか売ってる会社っていうか、そういうとこがやってるチャンネルだと思うんだけど、そこがねインタビュー結構出してるんで、とりあえずそれ1時間超えてるやつあるから、それを聞きながら行ってます。はい、ウォーキングから戻ってきまして、オンラインレッスンやっていきます。これで今日はラストですね。ウクレレです。はい、よろしくお願いします。前回桜ですね、まだ途中でした大丈夫です。自分も作りたてで全然弾けないです、これ小指で持ってこれます。そしたらそのまんま中指人差し指足して、次も、はい、そしたらここは大丈夫ですね。 B フラットのコードを作りに行っているような感じであるといいですね、これね。ここで音が2つ混じってるような感じが。はい、レッスン終わりまして、終わったんですけど、デモ演をね撮影します。いや、これは難しいんだな。またやってみます。違う、こうか。タタタタタタ、いいとこまで行ってたのに。はい、 Vlog の編集明日のやつ終わりました。疲れた。現在9時23分。土日はやっぱきついんだな。午前中に全部終わらせるとか、そういうのはもう土日は考えないようにしよう。もう平日とスケジュールちょっとこう変えないとな。もう仕方ないって思うしかない。毎日同じにはならない。とりあえずお疲れ様です。
うまい。で、今日はね、最後にこの Amazon、 これね、届いて、これ何度綺麗に開かないんですけど、はい、届いてますんで、これを最後にやります。ダラン、え、破けてるけど、まあいいです。これマジ緊張するね。ちょっと丁寧にいこう。相当綺麗にしないと、もうベッタベタだから。来た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 。はい、これを貼るやつね。クリーナー、ちょっと読んでみましょう。これもうベッタベタの、もうすごい、もう表面汚いんですよこれ。貼り付け作業はできるだけ埃の少ない場所で行うのがおすすめです。保護フィルムを貼る前に本体に乗せて貼り付け位置をしっかりと確認します。付属のクリーニングクロス、アルコール洗浄布を使ってきれいに拭き取り、まだホコリが残っている場合にはダストリムーバーシールをペタペタ貼り付け、ホコリを完全に取り除きます。お、拭き上がったね。これは後でチェックします。これですよ、ペーパーライトで、こんな感じになるよ。サイズは問題ないですね。ちょっと楽しみだね、これはね。書き心地がだいぶ変わると思いますよ。これがダストアブソーバー、これでペタペタするってことで、ウェットのやつでまずやって、これで綺麗に磨いて、でまだついてたらペタペタして、最後貼り付けた後これで気泡をやるみたい。それでは行かせていただきます。これなんかね、アルコールのありますよね、こういう。ちょっと個人的には小僧寿司っていう、あのね、お寿司屋さんがちっちゃい頃よくね、じいちゃんばあちゃんがね、小僧寿司買ってきたぞって言って寿司を買ってきてくれてたんだけど、それの、アルコールの手拭きみたいなやつがこんな感じでした。小僧寿司まだあんのかな。あれはね、千葉県佐原市です。私が、行ったね、高校のある千葉県佐原市、今はね香取市だね。そこにね、ツタヤならぬタダヤっていうのがありまして、そこの向かいかな、小僧寿司があったのは。今あんのか分かんないですけど。まあ、こいつはね、基本的にはもう譜面専用機なんで、まあ料理したりしてる時に動画これで見たりもするけど、見づらくなるとは思う、その曇りガラスみたいな感じで。でも書き心地が上がればね、そっち優先です。ステージでこれを見るときっていうのは、だいたい周り暗いんで、 iPad 自体の液晶が発光してるっていうことで全然見やすいとは思うんだよね。明るいとこでのあれはちょっとわかんないね。光の反射とかがちょっとどうなんのかっていうのはちょっとわかんないね。ビッカビカだよ今。気泡はかなり入ったけど、それをこうやってやっていくってことだよね。うん、来てる来てるよ。結構取れた。もうちょい。行った。
全部きれいに取れた。ふぅ、大変だった。でもきれいに貼れたよ。よし、できた。じゃあ、早速書いてみましょうか。あ、見た目全然いいです。うん、見やすい。っていうか全然気になんない。で、書き心地ですね。暑い、この部屋。今日レッスンの時とかね、冷房つけてました。ちょっと書いてみよう。じゃあ、お!もうね、今ポンって触った瞬間、違う。いい!ちょっと待って、これいいよ。すごくいいよ。あー、めっちゃいいんですけど。これね、でも先っぽは結構摩耗が激しいですよって言ってました。あ、いい、このザラザラ感、いいです。あ、いい、めっちゃいい。このね、ちょっと置いた時に沈むのよ。弾まないのよ。あ、最高。めっちゃ書き心地いい。五線譜書いてみましょうか。あー、もう書きに行った時にやっぱりね、ガラスで弾かれてるっていう感じがないから、書いてるって感じするわ。ちょっと沈むし、ギュッて。すごくいいです、これ。なぜもっと早くやらなかったんだ。これ2017年から使ってますから、そうするともう4年一切フィルムをつけずにね。でもただのフィルムじゃないよ、ペーパーライクフィルムだっけ。あ、なんかもう塗ってる感じする、こう鉛筆で。うわー、 G とかね、 D オン F シャープ。あ、いいっす、いいっす。減りが激しいって言ってたな。まあ別に先っぽはね、買え、売ってるし、まだその辺に初期の1個おまけでついてたやつあったと思うんで。はい、お気に入りです。これもうすでにスクリーンプロテクターって書いてあって、あ、書いてある書いてある、ペーパーライクってここに書いてあります。映ってない、ペーパーライク。でもなんかケント紙とか上質紙とかそういうのは書いてないですね。こいつ自体が何なのかよくわかりませんが、上質紙の方がこのなんていうかザラザラ感がありますよとは言ってましたね。まあ、うん、ここまではないよね、さすがに。こう引っかかりは、でもかなり近いよ、これ。この摩擦感、擦れてる感、紙に書いてる感じする、これ。すごくいいと思います。あ、じゃああれは?いつもさ、Vlog が始まる時の何番ですってやつもこれで書いてるんだけど。お!あ、違う!で、ちょっとギラギラするね、あれのせいで。あ、でもね、全然いいです。書けます。あ、グっていうのもちゃんといくし。いいですね。ヘリはよくわからん。ちょっとギラギラするな。はい、というわけで保護フィルムつけましたよという話でございました。めちゃくちゃ気に入っております。あれ、あれ、気泡が復活してるな。なんで、ちょっと様子見ましょう。気泡は復活してました。あ、で、なんか書いた跡は残ってる。ちょっとしばらく使ったらなんか表面ガッサガサのなんかボロボロでなんかいろんな跡が残ってるみたいな感じになるのかもしんない。これ G on D とか読めるし、まあまあまあ、はい、いいです。とりあえず使ってみます。はい、じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。明日私はスタジオですね。朝練やってスタジオ、小岩のオルフェンスで、イズマティックのパンチです。どこ何やるってことは。はい、じゃあお疲れ様でした。また明日。